スタートしました。ほぼ揃いました。10レース第12回ルス杯日高賞です。谷野ギムレット賞グランダムジャパン2012競争です。さあ殺到してまいります第1コーナーからメインスタンド前ですが、先手を取ったのはセントイナーです。セントイナー先手を取りました。サブリナラッシュ2番手、ミスシナノが3番手、その直後にハルトリーゲルつけました。あと2馬身ほど切れまして、外目を追走して9番のタッチリュールです。中段1に7番マツリダローズ、さらにはドクトルコスモ、内を進んで2番渡りサンキスト、ラブミーアコー、内を進んでウェディングサクラです。第1コーナーに入ります。後方にかけましてはスーパーマリン、しんがりローエンプリンセス、ゴールまで 1000m 通過、先頭からしんがりは12、3馬身です。先手を取ったのは6番のセントイナーリード1馬身、2番手1番サブリナラッシュ、3番手ミスシナノ、2コーナーカーブ入ります。2馬身後ろにハルトリーゲル、向こう正面に出ました。外並んで9番タッチデュールです。中段1800を通過しまして、7番のマツリダローズ、外目から上がってくるドクトルコスモ、4、5馬身切れまして3番のラブミアゴーです。あと2馬身ほど切れましてスーパーマリン、内を進んで2番の渡りサンキスト、外目からかわしてローエンプリンセス、シンガリ4番ウェディングサクラ、600を通過。第3コーナーに各馬入ってまいります。前の争いは6番のセントイナー、体半分のリード、ミスシナノ並んでまいりました。あと2馬身差、1番のサブリナラッシュが3番手、その外目からドクトルコスモ、3、4コーナー400を通過。あとは2馬身差タッチデュール、外目を追走ラブニアゴー、4コーナーカーブです。さあ先頭に立っておりますミスシナノ、首から頭ぐらいのリード、内々を進んでは食い下がっているのがセントイナーで、4コーナーから直線構成もいってまいりました。さあ200を通過して、今度はミスシナの先頭、ミスシナの先頭、セントイナーが2番手、追い込んでくる、外からドクトルコスモ、ドクトルコスモ、ラブミーアゴーです。先頭はミスシナの、ミスシナの先頭、2番手セントイナー、外からラブミーアゴー、先頭は11番のミスシナのゴール。セントイナー2番手、3番手の争いはドクトルコスモ、ラブミーアゴー。